2019 J リーグ開幕ということで、いよいよやってまいりました。本日は玉川クラシコでございます。現在10時ぐらいの時間帯なんですけれども、たくさんのお客さんが集まってます。あ、申し遅れました。私、ご飯は玄米派のバルでございます。いいでしょ、その話は別に関係ないでしょ。いいでしょ、本当に好きなんだって。いや、仕込んできた親のご飯ってなんだ。うちのご飯だ。篠田麻里子さんが、じゃあ弁当の話もしてよ。なんでだよ、あんた弁当玄米じゃなかったじゃん。なんで嘘つくんだ。大学以降玄米なんだよ。さあ、いよいよ今回は開幕戦ということで、非常に注目度も高いです。 FC 東京の私の注目選手は、今日おそらく先発するであろう久保建英選手。開幕戦でのゴールを期待したいところです。で、川崎フロンターレの怖い選手はやっぱりレアンドロ・ダミアン選手。06歳でもすごい活躍されてました。本当に彼をしっかりと抑えてほしいです。平成最後の玉川クラシコ、それでは行ってみましょう。お母さん、現場ありがとう。どうも、コロンです。さっき忘れたんで、ユニフォームの紹介です。こちらですね、新ユニ、かっこいいですね。襟付きで、後ろこうなってます。今年も後輩登録させていただきました、ユーロスポーツさん、ありがとうございます。ということで、スタジアムの中で行われるイベントとスタグロを紹介していきます。こちらですね、はい、皆さんもいらっしゃるということで、はい、お疲れ様です。今回ですね、フリースタイルダンジョンでもおなじみのバッドホップの T パブロさんが始球式をご担当されるということで、ありがとうございます。高校生ラップ選手権の頃から見させていただいてました。全然にわかであるんですけれども、すごいかっこいいなと思っております。 T パブロさんの始球式、楽しみにしていきたいと思います。ちょっとぐらい増えませんか今。はい。ちょっとごめんなさい、裏っ端向いてなかったようです。考えなきゃ無理だ、考える足なんで人間っていうのは。なんだ、考えられない。考えられない足ってな。考えられない。いや、違います。青橋さんに書いてあります。よろしくお願いします。ということで、じゃあスタジアムグルメ見ていきましょう。今回いただこうと思うのはこちらです。川崎野菜キーマカレー、食べてみようと思います。それではスタジアムグルメ、いってらっしゃい。まあ、みんな最高だぜ。ウォー。さあ、今回のスタジアムグルメリポート行ってみたいと思います。コアロンが買わせていただいたスタジアムグルメがこちらです。ドーン。野菜キーマカレーでございます。トマトがたくさん入っていますね。これはとても美味しそうです。いただきます。あ、うま。今まで食べたキーマカレーの中で一番美味しいかもしれない。ちょっとこのキーマカレーのルーが思った以上にスパイシー。だいぶスパイスが効いてくるんで、後からこのスパイスの風味っていうのが舌とか口の中を刺激するような形です。とても美味しい。で、このルーに関しては、若干こってりめなんだけど、このトマトと一緒に食うとこのフレッシュさがあって、とても素晴らしい一品になっています。こちらの野菜キーマカレー、英語で言うならば Word of Mouth、あ、ごめんなさい、ワードマウス、こちらになります。ワードオブマウスというのは、単語から想像できる方もいらっしゃるでしょうか。口コミという意味です。スタジアムでこれだけ美味しいカレーが食べられるのであれば、口コミで広がっていくことは間違いないと思います。カレースタジアムさんの野菜キーマカレー、550円。皆さんも等々力競技場にお越しの際はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。おい、不定期開催のコハピクニックでございます。やってまいりました。このコーナーではですね、ゲストのサピさんに来ていただいて、非常にポップに楽しいショップをしていこうということで、そしてですね、毎回サピさんからお叱りをいただいてますので、コアロンが人としてどれだけ成長したのかっていうところを証明する、そんな場でもあります。先にですね、サピさんの方からこちら下繰りいただいたんで、こちらちょっと紹介させて、してもらっていいですか。はい。これはじゃあサピさんは食べないですか。これ俺たちの一個、じゃあサビさん食べていただいて。あ、じゃあこっち食べるからいいです。そんな気持ち悪がるの。だって直接はないでしょ、それは。いや、でもそういうのだったらこっち食べるからいい。そういうのっていうのは、ちょっと関節の可能性があるとも無理ってこと。そう。はい、わかりました。じゃあお前これ絶対食うの。なんで。その可能性の、コンピーとその可能性は OK ってこと。別に俺清潔感はあるけど。トイレ行って手絶対洗わない人がなんで清潔感ある。おめえの言ってることがわかんねえ。こちらちょっと一口食べてどんな味か教えてもらってもいいですか。お店はこれどこの、フロンパークの、はい、フロンパークブラジルキッチンのシュラスコ。去年は400円、今年
私はなぜか500円。ネガティブな情報大丈夫。いやでも塩ちゃんこも値段上がって、そう全部100円ぐらい上がって、なんかそう優勝したから、優勝したからそう金取ろうみたいなそんなビジネスライクなんですか。まあでもそのお金がね回り回ってフロンターレ盛り上がるとつながったらいいです。じゃあちょっと一口サキさんに食レポしていただこうと思います。シュラスコです。そんな鉛筆みたいに揺らされて大丈夫です、はい、うん美味しい、ジューシー、ゆでるがジューシーで美味しい。味わいとかはどうですか。塩コショウ、いやその味の感想を教えていただけます。噛めば噛むもの感じだね、スルメみたいでそうそうそう、ありがとうございます。じゃこっちはなんか粉がかかってて、こっちのが美味しい。じゃあ私こっちも粉好きのをいただきます。うん、あ結構ワイルドの噛み応え、食感が強い、タフな食感、粉効いてるわ。後からその粉のコクとか旨味がスーッとこう胃の中から上がってくる。スパイシーな味、この粉かかってるとより楽しめると思う、長い時間。ということでロンパークにお越しの際はラジルキッチンさんのシェラスコ1本500円、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。試合後に関してはこの期間で人間的にどう成長したかっていうところもちょっとまだ話したいなと思います。いつも待ち時間は、いつもは1時間30分って嘘ついて本当に1時間だった。そうだ、またついちゃうわ。まあ、だいたい4時だから。眠らないは修理のあれがあるから。いや東京眠らない街があるんで、眠らない街30分歌い続けるから俺らは負けても、ね、眠らない、負けても、負けてもおかしいでしょ。負けたら何歌うの。ドーキャー目標は4時45分、もしそこから遅れるようであれば早めに連絡をします。事前って40分とかじゃダメなんだよ。そう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 、連絡すれば遅れていいもん。違う違う、それじゃもし遅れた場合の話でしょ。もう去年と同じことはやめよう。俺自分に言ったのね。また試合後にこちらの女性の方にお話をお伺いしてみたいと思います。さよなら。さあということで川崎フロンターレのサポーターにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。ゼロクススーパーカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合で一番注目したいフロンターレの選手、一人教えてもらってもいいですか。谷口選手の好きなところとか、ここいいなっていうプレーはどんなところですか。イケメンだし、プレーも上手いし、コーナーキックから高いヘッドで得点を決めてほしいです。逆に対戦相手の FC 東京も、まあ、本当すごいね、強敵だと思うんだけれども、そうだよね、加えたらと思うんだけれども、FC 東京で警戒したい選手一人挙げるとしたら誰とかってありますか。ディエゴ・オリヴィン、シュートも強いのでコントロールも取られるのに気をつけて谷口選手にカバーしてもらいたいです。何対何ぐらいになるそうですか。3対0です。いやいやいや、イエゴ中国なんですけど得点はないっていうことですね。全部谷口選手が止めちゃうっていう。いや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 、せーの、フロンターレ絶対勝つぞ。いい試合しましょう。よう勝ち、こんにちは、こんばんは、タイポンです。よう勝ち、こんにちは、こんばんは、しおばさん。タイポンさんのおすすめのことですよね、はい注目選手、一人ずつちょっと教えていただいてもいいですか。ダミアン選手、点を取ってくれるところが期待します。ゲイフラも作りました。お姉さんはどうですか。あ、長部です。ゼロクスもね、後半から出て、そうなんです。ゼロクスもいい動きしてくれて、ロンターレ、勝つぞー。ガイさん見てるー、ガイポンさん。ということで、外国人の方にお越しいただきました。早速お話をお伺いしたいと思います。 Nice to meet you, my name is Bohalo. はい、はい、Where from? ほらオランダ、オランダから来ました。オランダ、おー、オランダ、オランダ。 Why do you come to this game? You from Paris supporter? シンフポ。Do you know Japanese player? Hikiono. Oh, yes. Player, Doa. Doa, yeah. Kagawa. Kagawa, Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. What impression? Japanese national team? You watch?KK experience? Sometimes on the World Cup. Yeah. It's Belgium. Ah, versus Belgium. Oh my goodness. Yeah. I think it's not top. I'm not super top, but like sub top. Not super top. Yes. Next top. Like, not so strong, but pretty good. Better and pretty good. Yeah. What do you think? Japanese football versus Orange football level? Why level up?Like、they need better trainers maybe, like a different training, and then the players can get better. Hold on, we have Champions League, Europa League, yeah. You know, yeah, I know. Higher level. Players have to go to Europe or something.
than to get more experience. My face, like a funny silhouette. He's good, he's good. I like Ruben. Oh, it's Ruben. Ruben came to FC Tokyo. It's Ruben. Yes, but yeah. I don't think so. Because he said like he doesn't want to play in Asia. Would be cool though. Thank you so much. Welcome to Japan. Thank you. Thank you so much. Welcome to Japan. Thank you. Thank you so much. Have a good game. Thank you. Bye. Bye. Where are you from? I'm from Brisbane, Australia. Oh, it's not in Brisbane. Why do you support FC Tokyo? I went to the Brisbane Rovers SC Tokyo Asian Champions League match in 2012, and since then I've always supported FC Tokyo. Why do you like or do you love FC Tokyo? What point player or support to? Yeah, I love the FC Tokyo supporters are such good supporters and they're so friendly and they so nice. Yeah, I like Diego. Oh, yeah. And Takahagi. Oh, Takahagi. Yeah. Who do your favorite player in Australia? Tim Cahill. Yeah. Japan, Australia. Yeah, 2006. Yeah. So good. Sorry. What strong point for Australia football? Australian national team has strong point? I think we have good midfield with Aaron Moy. Oh. And Luongo. So yeah, strong midfield. What needs FC Tokyo more level up? Last season, the first half of the season was very good. Yeah. The second half, so bad. So maybe more consistency. Just win more games and yeah. Thank you so much. Arigata. Bye bye. Yeah. Thank you. Thank you very much. まず試合お疲れ様でした。今日はですね、遅刻することはなく、しっかりと時間よりも前に到着することができました。ただですね、今回4時45分に待ち合わせをさせていただいたんですけれども、4時20分ぐらいには着いていまして、もう早めに行けるよって連絡あればまたね、連絡がなかったんで、外で寒い中、はい、45分まで時間を潰そうと立ってました。そうだね。しかもここにいるよって教えてくれたのポンちゃんで、そこに来たらただいたっていうからいただけの人と思います。じゃあちょっと試合を振り返っていきましょうか。サピさんから見てどうでした今日の川崎ロン。まず川崎ロンダリは全然決められなくて、決めてたら勝ってたなって思うんだけど、ゆうくんが東京側からすると林が触ってくれて防いだっていうシーンが何個あったっていうのは一つ。2つ目はやっぱり竹下が入って、やっぱり去年と違う崩しとかがあったので、そこはもう竹下今後期待したいと思います。王者相手に開幕戦アウェーで勝ち点1っていうのはまあ悪くない結果だと思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。フロンターレも去年はここで勝ち点0だったんで、あ、確かにそれを考えたら去年よりはプラス1です。そうです。東京はマイナス2だけど、なんでマイナス2なの。トドロキでの勝ち点の話だろ。まあ、そうだけど、ほうれん草って知ってる？それも毎日のように言われてる。弁当にはよくほうれん草入ってたんだけど。おい、え、関係ねえだろ。中高時代なんでそれは親がそのほうれん草を覚えるために入れたみたいな。それ親の弁当にすぐ足止めろ。シャックまだありますか？前回起こったのは待たせたことじゃなくて連絡を怠ったことだ。ずっとその顔でいいよ。なんでその顔でいるんだったら、確かにこの人おかしい人だなってわかる。許せるよね。そう、なんか仕事できるぶったりするから。誰の前で？バレてない人の前で。はまたあのカッコつけますんで。さよなら。さよなら。お兄ひろ。チャンネル登録しようよ。ホタルの光がありえないほど聞ける。